皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の永田です。田村です。今回はですね、はい、またもやちょっと大きくなりましたね前回また勝ってしまいました、ね、また勝ってしまいましたが、はい、まあ、道具好きですからね。いやもうやっぱり練習してね上手くなってほしいじゃないですか。そうですね。でまあこれチームで使えるみたいなんで、うんうん、ちょっと試してみようかなと思って、はいはい、まあ、どんなんか分かんないとおすすめもできないので、うん、はいはいはい、まあ、ちょっと買ってみたんですけど、でも個人練習でもまあ使えそうですよね。もともとまあまあ個人練習で使うネット、うん、まあ守備のネットなんですけど、うん、これチーム練習で、まあ、ノックの合間とか、はいはい、サイドでもノック代わりにできるかなと、うん、ああなるほどね。そのノッカーいらない、まあ、小スペースで、はい、特にあれですかね、低学年の、そうですね、野球やり始めとか、はい、低学年の、まあ、子供たちで、なんかグラウンドサイドの方とね。そうですね。まあほんでね、こう自分で投げて帰ってきたら面白いじゃないですか。そうですね。なんか横から見てもらうとなんかこうちょっとね角度がついてるんですよ。こんな感じで、はい、でネットはパンパンに張ってます、うん、でこれで跳ね返すっていうネットなんですけど、うん、このカーブがあることで、はいはいはい、まあ下だったらそれはこういう感じですよね。そうなんですよ。フライっぽくなる高さが出るんですよね、うん、で下に当てると今みたいに高くなるんで、フライも上がり、まあ小フライだったら上がるから、うん、で上に当たるとそうね、まあ、角度的にこうなりますよね。コロなんですよね。で真ん中が、真ん中がライナーで返ってくる、ちょうど間ぐらいですかね、はい、当てるところによって返ってくるボールの角度が変わるので、まあいろいろ練習できるんじゃないかなと思って。じゃあまずはオーソドックスなその一人でこうね、はいはい、個人のスキルを上げるために、まあ、これ使ったらどういう風な練習できるかっていうのを、そうですね、ちょっとやってみましょうか。まあ家で使う感じでやってみましょう。はい、はい、早速使ってみたいと思うんですけど、今5メーターぐらい離れてもらって、うん、まあ、まず上の方ですね。上の方から行きましょうか。上の方、上の方に当てる。はい、はい、結構跳ね返ってきますね。あ、今の真ん中、ね、真ん中だとライナーですね、今みたいに。上の方、はい、こんな感じです。またライナーこれ投げるところでだいぶ変わりますよ、ね、またライナー今のも真ん中なんですよ。真ん中行くと本当に跳ね返ってくる。今ぐらいからですね、上目に、はい、上に当たると今みたいにゴロになる。ちょっと押さえておきますね、はい、そうですね、うん、で真ん中だとライナー、ライナー、こんな感じですね、はい、はい、で下だと、下だと、あ失敗失敗、下だとなかなか難しいんですよ。下ね、はい、こういう感じで小フライが上がる。これでもあれっすね、だいぶその狙ったところに投げれないと難易度が高いです、うん、ちょっといい練習は難しいかもしれないですね、はい、狙ったところに投げてゴロッって、そうですね、真ん中だったらライナー。まあでもいろんなとこに投げちゃうと返ってくるボールもいろんなとこ、まあいろんなあのボールが返ってくるっていうのでランダムでいいかもしれない。そうですね、うん、なるほどね。ただまあこのネットの中にやっぱりこの大きさに入れられないと、うん、そもそも練習にならない。収めるコントロールがまあまあいりますね、うん、さっきちょっと僕も一挙引っ掛けちゃいましたけどでなるとまあちょっと骨もいいね、はい、で上がったりとか、この上がゴロで真ん中がライナーで下が角度がついて小フライ、うん、なるんですけど、これフライの練習とかできないですかね。家の中では、まあ、まず無理ですよね。天井当たっちゃいましただから外用、外で、うん、でまあまあこうスペースがないと難しいですね、うん、そうです。いろんなボールが出ちゃうんで、うん、それはありますね、はい、うん、だからまあ外でチーム練習に使ってもらって、うん、で練習待ち時間とかに一人で練習する、うん、何人かで回してもいいですし、うん、まあ、そういう練習には使えるかな。
コーチいらずですよね。あ、そうですね、うん、選手が投げて跳ね返してくれるんで、ランダムで、いろんなボールが1人が投げて次の子が取るとかね。あ、そうですね。そしたらやり方ありますよね。いろいろできるかな。はいはいはい、はい、じゃあこのネットを使ってそのチームでどう使うかっていうのをやっていきたいと思います。はいはい、はい、どうしましょう。今日はあの2人しかいないんです。はい、これでちょっと離れてもらって、はいはい、まあ、グラウンドだと思うんで離れて、うん、1人が投げて次の人が取る。2人だしんどいですね、このローテーション。まあ、チームやったら何人もいると思うんで、まあ、4、5人ぐらいで、まあ、3人とかで回してもいいと思うんですけど、はいはい、次から次からっていうところで、はい、じゃあ1回やってみましょう。投げてローテーションすると、はい、はい、じゃあやってみます。いきます。はい、ういっ、はい、はい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 。ちょっと2人やったらね、こう追いつかないです。低めに投げるとフライになります。はい、ちょっと低めにやります。はい、こんな感じですかね、うん、あ、日当たらないこともあるかもしれない、ね、こんな感じです。はい、でこれも、まあ、やっぱりできても多分ローテーションさすのも、まあ、高学年とか。そうですね、ここに要はコントロールすることがこれも前提になるんでね。そうですね、低学年でここにちゃんと投げられる技術があれば、うん、どんどんやってもらう。まあそれかもう少し短くするかです、距離をね。はい、うん、っていうのが必要かなと、うん、思います。でもう一つね、本当にまだまだ、はい、まあコントロールがつかず散らかってしまうと、まあ、ここには投げられない。はい、はい、まあ、まだやり始めてすぐですとかね。そうですね、そういう場合は、はい、長さがね、はい、まあ、さあのちょっと提案があるということ。コーチがね、はい、まあ、僕は低学年の子供だとして、まあ、こうやって手で転がしてもいいんですけど、うん、まあ、せっかくネットがあるんで、うん、ここへ当ててもらおうと、はい、でそれをコーチに返す、はい、でこれも上真ん中下でいろいろボールが違う、うん、変わってくるので、はい、これを利用してフライとかゴロとか、はい、そうですね、はい、まあ、これだと、まあ、手でどうしても投げるともうこの時点でフライって分かっちゃう。そうですね、読まれてしまうかもしれないので、こういうのがあると予測できないっていうのがあるんで、はいはいはい、まあ、いろんなね、多分その当てどころによっていろんな返球が来るっていうのがね、うん、まあ、特徴だと思うんで。そうですね、はい、まあ、そこは工夫次第でいろんなね、はい、アレンジメニューはできるんじゃないかなと。そうです、はい、思うので、まあ、またね、いろんなこう使い方、こんなんありますよとかっていうのがあれば教えてもらえば。そうですね、いいかな。もし使われてる方がもうすでにいてて、はい、いらっしゃって、まあ、こんな風に使ってるよとか、まあ、あればね、まあ、ぜひね、僕らも共有してもらえたら。そうですね、で、はい、まあ、このネットを使って、まあ、練習する方法とか、うん、まあ、もっと僕らも考えたいと思いますし。そうですね、実際チーム持って行って使ってもらって、うん、これできるなとかっていうのもまたあれば動画にして配信したいと思いますので、うん、はい、またお楽しみにしてください、はい、では今回はこのネットを使った、はい、まあ、練習方法を絡めたちょっと動画の紹介となりました。はい、はい、では以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。